で、それ、俺のコーヒー。あ、すみません、私頼んできます。エリカ君。はあ、私たらまたやっちゃった。何をしているエリカ。エリカ、この男は。大神一郎さんです。日本からいらしたそうです。日本人か。エリカの知り合いらしいから。一応名乗っておいてやる。私はグリシーヌ・ブルーメール、ノルマンディの血を引く誇り高き貴族だ。このフランスに何をしに来たのだ。観光か。留学？日本人ごときがこのフランスの文化を学べると思っているのか。頑張る必要はないぞ。理解しようとしても所詮無理なのだからな。グリシーヌさん、例の一件があるでしょ。だから日本のことを。エリカ、余計なことは一切喋るな。
素人よ。パリの街を見るのは構わんが、見苦しいことはするなよ。グリシーヌさんですか？私の先輩みたいな人で、ちょっと怖いところが。エリカ呼んだか？私の名前が聞こえた気がした。そうか。それとクロワッサンの意味は三日月だ。覚えておけ。三日月だったのか。大神さんの嘘つき。朝ごはんダメになっちゃいましたね。もう一度頼みましょうか。もしかして怒ってます？まだ右も左も上も下もわからないでしょ。わかりました。エリカにお任せください。
ませんが、今シスターとおっしゃいましたですか？私、ルネ・レノと申します。教会で神父をしておりますです。実は今エリカさんというシスターを探しているのです。はい。もしかして張り切っていましたか？そうですか。神よ、お助けください。
Thank you.
この街結構住みやすいでしょ。雨、早く止まないかな。
ると、初めて修道院に入った日のことを思い出しちゃって。子供の時から私の周りでは奇跡が起こって、人の病気が治ったり、荒れ地に水が湧き出したり、はじめはみんな喜んでくれていたんです。でも奇跡が続くと、町の人は私のことを気に悪なって、それで修道院に入ることに。大神さんも私のこと変だと思いますよね。神様が私のために、私もその人たちみたいになれると思いますか？ありがとうございます。これで私もちゃんと戦えそうです。
見かけない顔だな。警察だがちょっと来てもらおうか。警部は仕事熱心だね。その人は怪しくなんかないさ。私のお客さんだからね。ようこそ虫尾神。私のパーティーに来てくれて嬉しいよ。その通りさ、ムッシュ。女はいくつもの顔を使い分けるものなの。ああ、そうそう、紹介しておくわ。このパーティーの警備をしているエビアン警部。でした。パリ式へのエビアンです。はいはい、挨拶はそれまで。メル、シー、ムシをおもてなしして。ウィーマダン、ムシオガミ、どうぞこちらに。ワインでよろしいですか？ミネラルウォーターもありますが。グリシーヌ様とお会いになられていたのですか？グリシーヌ様はノルマンディー公の血を継ぐブルーメール家の姑息女なんですよ。それは君が珍しいからに決まっているからですよ。黄色い東洋の猿がね。
ここはミーたちのような上流階級の人間が集う気品ある社交場ですからね。君のような下品な動物が来る場所ではないのだとあの方は睨んでいるのですよ。これはこれは失礼した。はてさて、サル君、言いたいことはありますか？黄色い猿が今度は赤くなりましたね。グリシーヌ様がこちらに来られるぞ。生まれ高きブルーメール家のご息女も、どうやら君の存在が疎ましいようだな。目障りなのはキコーラ。今すぐに失せろ。二度と顔を見せるな。無視大神、聞こうも聞こうだ。愚弄されてなぜ戦わん。理由があるのか。己の誇りを傷つけてまで戦わぬ理由が。ないのか。人は誇りに生きるものだ。貴公のような軟弱な人間を私は軽蔑する。勝利などありえん。うるさいうるさいピョン。騒がしったらありゃしないピョン。
シゾウ様の目が赤いうちは人間の好きにはさせないピョン。承知してやるピョン。待て、そこのウサギ。このシゾウ様に歯向かうバカがいるピョン。驚いたピョンね。これはこっちのセリフだピョン。このハサミで切り刻んでやるピョン。グハッ！頭から突っ込んでくると驚いたピュン。当たり前だ。あの程度の攻撃ならば軽く返すことぐらいわけはない。だが貴公の心意気は見せてもらったぞ。違えてでも。説明は後です。今はみんなを避難させなければ。エリカ、この男がそうだ。え？本当なんですか？日本から来る人が、大神さん？私もグランマから聞いたばかりだが、確かそうと分かれば、ここは一度本部に戻って。3人まとめて直近とラビットキルピョン。
あのウサギを狙え！撃て！いいから早く！慌てないで！急いでください！先に行く。後からついてこい。さ、大神さんも私の後についてきてください。
立ち入り禁止って言ってるでしょ。釣れないね。今日は花組の隊長さんをお連れしたんだよ。 ムッショーガミ、漁師甲冑の面倒を見てくれるジャン整備班長だよ。ああ、あんたの後部Fのコクピット調整のためにな。おかげで完璧だぜ。 早速で悪いけどさ、あんたの自慢の後部 F とくと見せてやっておくれよ。ちょうど整備が終わったとこだ。俺の最高傑作を見せてやるよ。こっちだ、ついてきな。 大将さんの乗る漁師甲冑後部 F だ。 日本であんたの使っていた後部 K のデータを元にしてフランスで組み上げた機体だ。 パリ歌劇団花組自慢の機体、気に入ったかい？ エクレールって名前だ。こいつで隊長さんたちをパリのどこにだって届けてやる。
まりください。さあ、お仕事の時間だ。ムッシュ、準備はいいね。行くよ。敵は警官隊を制圧。シャンゼリゼ通りを凱旋門方面に進撃中です。さあ、ムッシュ、この状況どう判断する？いい答えだね、ムッシュ大神。あとは任せたよ。常にできている。心配など無用だ。大神さん、出撃命令お願いします。アテンション、特殊車両が通過いたします。